発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。3月5日火曜日22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日のお相手、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。今晩もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日は私東京の事務所からお届けをさせていただいております。東京今日ずっと昨日も雨だったんですか？そうですね、雨ですね。そしてすごい前日に比べて寒くなりましたね。なんか明日も寒くなるみたいです。あ、明日も寒くなるの？ええ、はい。あ、なるほど。まあ、本当に寒暖の差が激しいのでね、結構文化人の関係者の方々風邪ひいてたり、花粉症も加わっていたりでね、やっぱり寒暖の差激しくて、なんか今年の風邪は引くとなかなか治らないっていう話なんですけど、周りの中さんいらっしゃいます？ああ、いや、ちょっと大変幸いなことに今のところ風邪からは免れていますんで。なるほど。はい、あれ自分この間、あれ花粉か。そうですね、花粉だったんですけど、そんなにひどくなってないですね。なんか周り見るとすごいひどい子もいるんですけど、はい。いや、今花粉で私薬飲むの忘れたな。だいたい8時に24時間分の薬を一錠飲んで、過ごすんですけどね。はい、まあ、とにかく大の皆さんもくれぐれもご自愛いただきたいと思います。はい、それではライブ冒頭の告知を読ませていただきます。文化人2でも文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを行っています。文化人メインチャンネルと文化人2の両方を見れて月額490円です。引き続き YouTube メンバー限定も続けていきますので、こちらもお楽しみください。そして私副団長のクラム連載が文化人ダイヤモンドクラブでスタートいたしております。ぜひダイヤモンドクラブの URL は概要欄にペーストしてございますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。月額390円でメンバーレベル2登録していただければ、このご視聴チャット投稿ができますので、合わせてご案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のお品書きです。一般公開ライブ、今日は火曜日でございますので、1700人ルール適用、22時25分の時点で、1700人以上の視聴者の方いらっしゃれば15分一般公開ライブ延長して22時45分までお届けさせていただきます。4月解散の可能性、まあ、こんな話もちらほら出るのは出ているという、そんな感じですね。そして特定技能5年間で最大82万人受け入れと、まあ、とんでもない、ね、数字が出てきております。そして渦中の広瀬めぐみ議員が謝罪ということで、今日私夕方とある食堂におりましたら、涙ながらに、ぶら下がりの会見をやっていらっしゃいましたね。メンバー限定ライブ、東京15区に飯山あかり氏の出馬決定、そして拉致問題の解決法というラインナップでお届けさせていただきますので、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは4月解散の可能性ということで、まあ突飛といえば突飛だし、可能性があるといえばある、なきにしもあらず、まあ、排除できないということでありますけれども、 MI2 さんの、ツイートですね。まあ、まずちょっと産経の記事からちょっと見てみますか。4月解散、公明党山口代表は否定的、まあ4月28日、16日告示のですね、衆議院の3つの補欠選挙があるんで、これに合わせて衆議院解散総選挙があるんじゃないかというような話が出た。これに対して、まあ、山口代表は非常に否定的な見方を示したということです。まあ、政治不信が深まっていること、そして支持率が下がっていること、
とにかく信頼を回復するトレンドを作り出さない限り解散はすべきでないと述べたということです。で、昨日の参議院の予算委員会では、4月解散全く考えていないと答弁しているので、幕内代表はその通りに受け止めたいと。そして自民党の森山総務会長が5日今日の記者会見で、4月解散を否定した首相答弁について、昨日までは首相の考えはそうだったのだと思うと、昨日までは、今日は分かりませんよっていう、そういう意味合いも、込められているやいないやと語った。今後の政治情勢次第で4月解散がありえるのかと、か質問されると、それは首相でないと分からないと、分からないなら、別に断言しなくてもいいんじゃないかなっていう、可能性は排除できないということ、誰もがこういう答弁になるのかもしれませんけれども、 MI2 さんは、とにかく昨日まではないと。で、予算案年度内自然成立、つまり3月2日に衆議院を通過しましたので30日で自動的に成立する、3月31日まではにということであれば、そうするとですね、解散の障害がなくなると。あとは4月前半に国賓待遇で訪米をするので、あるぞあるかもということです。宮内庁、この辺はどうご覧になっていますか？これはもちろん解散については総理は嘘をついていいと、不分立みたいになっています。これ山口代表が、信頼を回復するトレンドを作り出さない限り解散はすべきでないと述べたということが、ニュースの一つの肝ですよね。だから、自公の連立政権で自民党さんは、非常にこう選挙については公明党さんが体制を整えられるかどうかを非常に配慮するというか、きちんと勝つためにですね。なので、この公明党の山口、代表が、すべきでないと言っているということは、やっぱり岸田さんにとってはとても大きいと思うんですね。なので、ですで国会でも、全く考えてないと、発言をされているし、支持率ももう本当にもう、限りなく低いし、本当に、この状況では、やらないという、発言を素直に受け止めて私はいいのではないかなと思っています。で、訪米後支持率が上がるようだったら考えようというふうに思っているんじゃないでしょうかと思っています。はい、ありがとうございます。MI2 さんのね、ツイートに、解散の障害はなくなるって書いてあったんですけど、でも4月に解散されるとですね、セキュリティクリアランス法が通らなくなるんで、ここで解散されちゃ困るんですよ。多分4月に解散って話になると4月16日からでしょ。だから米国から帰ってきてから仮に解散、あるいは後で出てきますけれども岸田訪朝というようなことで、変に支持率が上がるようなことはないとは思いますが、その感激を縫ってということになると、4月中全く国会の審議ができないということになれば、セキュリティクリアランス法が流れちゃう。でも岸田さんにとってはセキュリティクリアランス法ができれば成立させたくないという思惑があるならば、いろんなことを考えざるを得ないのかなと、そんな感じがいたしております。で、もう一つですね、これはね、はい、どうぞ、はい、もう一つ今日 のメディアの報道で触れていたと思うんですが、岸田総理がその今年度中の、憲法改正の取り組みを指示したっていうような報道がありました。なので、つまり、今年度中本当に憲法改正に取り組むつもりなんだと、なんだろうな、歌舞伎なのか何なのか分かんないんですけど、こう言っていることも一つね、その判断材料になるのかなと思いました。でも今年度中ってもう無理ですよね。ねえ来年度中も多分、来年度中は間に合うか、
いやだから例の入れ墨に褒みたいね、強引な姿させるつもりだっていう結局この条文でいきますよっていうようなことを国会で決めて、その後国民投票をするために、まあ、最大180日約半年の周知徹底期間が必要になるんで、まあ、9月は間に合わないし、まあ、来年度中だったらね、まあ、多分あの3月まあ、今年度中ってことになると、まあ、多分令和6年度っていうそういう意味合いなのかな、まあちょっと難しいようなね、まあ、でもそういう報道はあったってことですね。はい、はい、それではですね、2番いきたいと思います。外国人受け入れ問題、連日お届けをさせていただいておりますけれども、亀谷総平参議院議員の、ツイッターですね。日本人減らして外国人増やす、これが今の政府がやっていることです。不法な滞在になっても長期になり子供が生まれたりしたら在留を認めるようです。不法滞在なのにね。欧米は移民で大混乱しているんですよ。なぜ反面教師にしないのですか。特定技能5年間では最大82万人受け入れ見込み、外国人依存強まるということです。まあ、これは副団長からコメントいただきましょうか。はい、まあ、神谷総平議員、参政党の、ね、議員でありますが、こういうことをきちんと、まあ、おっしゃっていただいて、あれば、まあ、ありがたいなと、というふうに思います。で、まあ、これは毎日の記事ですよね。で、まあ、毎日は基本的に外国人受け入れ万歳新聞ですけれども、まあ、この新聞はどうというより、まあ、政府の姿勢がね、とにかく外国人受け入れ万歳政府なので、もう本当に、ちょっとこの政府、なんとかひっくり返さないと、まあ、本当にこの国はこの国でなくなってしまうということが急速に進んで、なんだろう、そうでないと思い込んでいた人たちが、いつの間にかあれ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 って言ってですね、大体頭の悪い人っていうのは後で後悔するんですよ。先読みができないので、まあ、そういうことにどんどんなっていくな。というふうに非常に懸念されるので、なんとか止めなければいけないと思います。はい、これ今特定技能っていうのは1号と2号があるんですけれども、まあ、2号については家族帯同が、まあ、認められています。ただ、まあ、これは皆さんには言い訳がましい説明に移るかもしれませんけれども、まあ、当時入管法改正の時にですね、一応じゃあそういう制度は認めましょうと、2つの業種については認めましょうと、ただ運用は厳しくさせていただきますよということで、蓋開けてみたら10人しか2号にならなかったというようなことで、まあ、これは安倍菅政権の時のことなんですけれども、岸田政権になってからいわゆる12分野、つまり当初は14分野だったんですけど、この12分野の中からですね、またまた自動車運送業とか鉄道とか林業とか、まあそういった4つの分野ですね、あと木材産業だったかな、これをやっぱり追加することを検討しているということなんですけども、果たしてね、まあ例えば介護の現場もそうなんですけども、本当に人手不足なのかっていうことを、まあ考えた時に、介護現場なんていうのはもっと給料を上げればね、日本人でもたくさんやりたいっていう人がいるんですけれども、私の周りなんかはね、まあ、介護報酬の改定が今度ありましたけれども、中野区なんかどうですか、やっぱりもう少し報酬が介護事業者上がればやってもいいっていう人結構いるんじゃないですか。まあ、介護とかは特定の分野についてはね、うん、そうやって賃金を上げるっていう議論をすればいいかもしれないんですけど、私はそもそも論として人手不足だから外国人を入れるという考え方自身がダメだと。あ、ごめんごめん、僕今それは日本人が働くためには給料を上げたらいいんじゃないかっていう、うん、そういう投げかけなんで、僕は外国人就労させればいいってことは言ってないので、うんうん、そうなんですけど、はい、日本人でやりましょうって話ね。ごめんなさい、ごめんなさい、そうなんですけど、これからのもう鶴瓶落としでですね、今の政府の政策だとですね、まあ、出生率がまあ 1.2 とかこれぐらいですと、本当に人口どんどん減っていって、特に生産人口というか、まあ、その労働力となる人口減っていくんですよ。で、
で本当に人手不足、賃金を上げても上げても人手が不足する、労働市場の中にそもそも労働者がいない、少ないっていう状況がこれからもう5年10年15年20年とどんどんなっていくんです。で賃金を上げればなんとか日本人が就労するから、それで需給が満たされるっていう議論ではもう済まなくなる時代がもうすぐ来るんですね。その時にだから仕方ないから外国人を入れるという、その時にもそういう考え方をしてはいけないんだという前提で議論をしなければいけないということを私は申し上げていて、労働者不足、働き手不足で例えば経済がシュリンクしてもですね、それでも外国人を、経済のために入れるというのはダメだと私は申し上げているんです。それはその、特定の企業とか特定の産業のための部分均衡のために外国人を入れることで外部不経済というのが生じるんですね。その入れたことによって当座、想定したアカウントと別の不経済、非効率、あるいはフレクション、あるいはさまざまな障害、弊害、こういうもの、もう国家が国家でなくなるということが一番の障害というか、帰結としてですね、もたらせれる弊害なんですけども、そういうことが起きるので、たとえ、労働市場においてですね、本当に働き手がいないために、産業が縮小するようなことになってでもですね、外国人を入れてはいけないと、私はこのように考えています。日本人がもう少し働けるんじゃないかっていうね、そういう、やるべきことをやって、いるのかっていう、そういう考え方をちょっと聞きたかったんですけども、承知いたしました。それでは4番いきましょうか。産経新聞のニュースですね、これは防衛施設周辺の風力発電設備規制へということで、中国資本の参入を警戒するということで、こういう議論が始まったということですが、これは副団長がリツイートしてるんで解説コメントお願いします。はい、これ産経さんの記事でですね、パッと出てこないな、防衛施設周辺の風力発電設備規制へ中国資本の参入警戒と、これは産経さんからはこういう切り口で取り上げてくれるわけでありますけれども、この、もう記事の一番最後に出ているんですけれども、防衛省幹部は本来なら風力発電も許可制にすべきだと訴える。この結論がすごく大事なんですね。この終わりの産業なんですけれども、風力発電調整法案は施設の建設を止める強制力はなく、土地利用規制法も土地の売買規制にまでは踏み込んでいないということなんですよ。だから本当に日本の法律というのは本当にこう、止める力がないっていうね、本当情けない、こういう法律を誰が通しているかっていうことなんですけれども、こういう状況なので、皆さん、懸念して、警戒し、そして、何とか止めなければっていうふうに議論をされているけれども、実際の、立法化が非常にこう、弱い、こういう状況について改めて確認をして、この、防衛省幹部も言うようにですね、許可制とかですね、強制力がある法律の制定が必要だなっていうふうに思います。そういう基地だと私は思います。そうですね、これ許可制にしないと意味がないですね。でこれ記事の最後の方にね、やっぱりあるように事業者に事前の届け出を義務付けると。だけどなんというか届け出しない連中に対してね、罰金が課せられるっていうふうに言うんですけども、じゃあどうやってそれ調べるんだっていう話ですよね。あとは自衛隊の電波の障害になると判断された場合っていう、じゃあどこの誰がどういうガイドラインで判断をするのかっていう、ここが運用上明確にできないっていうのもありますけども、ただこの場合でもね、
建設を2年間制限できるってことなんですよ。2年間制限できるっていうことであって禁止じゃないんですよね。まあこの辺のね議論は常にあるんですけど、大体設置の禁止地域っていうものを、指定すると、じゃあどこなんですかと、あとは高さをどうするんですかとか、あとは風力発電所と防衛施設の距離をどうするのかとか、でさっきちょっと言ったように承認プロセスをどうするのかっていうところが、まあ、ちょっと法案の中で見えてこないので、まあここはね、まあ、法律は成立それはしないよりはした方がいいんですが、作った上でどういう運用になっていくのかっていうことがもう少し明確にならないと、手放しで喜んではおられないなというふうに思っています。この件なんか付け加えることないですか？いいえ、はい、これで結構です。はい。それではですね、ちょっと飛ばして、7番、ちょっと出していただけますか。これちょっと私のツイートなんですけれども、向かって左側のちょっと写真をクローズアップしていただきたいんですけど、実はおととい、ここのメガソーラーの建設計画地に行ってきました。で向かって左側が大阪の方、右側が奈良、まあ、すぐここは左側は私の選挙区だったところで、生駒山系を越えるとこういう富雄へぐり町というところにあります。で赤いところにメガソーラーの建設地があるんですけど、赤いところの右側に椿台っていうところがあると思います。でそれを、下の方から撮った写真、これ私が撮った写真なんですが、下の部分ですね、下に町並みがある、で上に、まあ、地面がむき出しになっている、これ造成地があるということなんですけども、もう一枚ちょっと出していただけますか。実はこことんがった山なんですよ。でこの黄色のところを削って、黄色の山をですね、その両側に盛り土をして、その上にソーラーパネルをくっつけると。で盛り土の厚さがだいたい10メーターで、ソーラーパネルからだいたいそこの椿台のところは高さ50メーター、だいたい最大斜度が17度ぐらいあります。で皆さん思い出していただきたいのは、熱海市の伊豆山土石流事件っていうのがありましたが、あそことものすごく地形が似てるんですよ。私は伊豆山の方にも行きましたけれども、昨年の7月ですね。こういう状態でね、まあ、伊豆山は数年間盛り土が放置されて土砂災害、しかしですね、今ちょっと見ていただいたように山削って平らにして盛り土、その上にもいきなりソーラー立てちゃうと、こういうような状態になってるってこと、まあ、これいずれねまたどっかで細かくやりたいんですが、まあ、ちょっとこんなむちゃくちゃな工事が、まあ、実はもう2年前に始まっているということについて副団長からちょっとコメントいただけませんかね。まあ、とにかく大問題でありまして、まあ、プロの方は皆さんご存じ だと思うんですけど、盛り土っていうのはとにかく弱いんですね。非常にこう、まあ、地震でも雨でも何でもかんでも、盛り土した部分というのは非常にこう、崩れやすい脆いところなので、まあ、例えば住宅はその上に建てると危ないですよとかですね、その盛り土したところの、すぐ下に住宅建てると上から土砂降ってきて被害が起きますよっていうことは当たり前に分かっているのに、まあ、それに、まあ土をよそに伺わすと、高くつくから、その場で、まあ、適当に土回しとけばいいやっていうことで、こういうことが行われるわけなんですね。で、この土地その場で、まあ、やらなきゃいけないっていうことの一つには、まあ、一時期から日本は、まあ、例えば、海の埋め立てとかですね、こういうものが非常に厳しく規制されるようになったっていうことも一つの、理由、なんです。なので、やっぱり国全体として、まあ、ここは、まあ、こういう例えばこう埋め立て用の、あるいはの土砂の処理用の、エリアを作りましょうと、もう
あの自然にある地形をあの破壊してはもう、ね、いけないんですけども、あのそうじゃなくてもう手をつきまくっているような、あのもう人工の海岸しか残ってないようなエリアっていうのも日本中でもたくさんあるので、そういうところでの、まあ、土砂の、処分みたいなことを、もうちょっとこう、国全体でね、市町村とかあの、都道府県単位ではなくて国全体で、そういうことをこう、まあ、大規模に、まあ、構想する、そういうことをやりながら盛り土なんかしないで、まあ、できれば土砂は削るだけの方が地盤をしっかりするので、あのもう広報として盛り土はなるべくやらないぐらいにですね、もう国全体の考え方を本当は変えていった方がいいと思っています。あの工事を急ぐ理由っていうのは2012年のフィットの、キロワットアワー以下の、以上、あたり40円の事業許可を持ってるんですね。でこれが今2023年に過ぎちゃうと、17円になっちゃうんで、半分以下になっちゃうんで、まあ、こういういい加減な工事を始めようとしてると、まあ、もう一個言うとこの会社は日本の企業なんですけど資本金もう10万円のあのダミー会社で、まあ、バックはあの米国のファンドがやってると、まあ、こういうことがね全国にたくさんあるんで、まあ、その場所場所のやつをちょっとまた改めてどっかで特集したいなと思ってます。25分の時点で2106人の方、そして今2189人の方にご視聴いただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よって15分延長して一般公開ライブ22時45分までお届けします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でも本当にやばいことになるんですよこれ本当。前の知事の時にはね止まってたんですけどね、今の知事になってまた始まっちゃったっていうことで、はい、それではねちょっとあんまり取り上げたくないんですけど、まあ一応触れるだけ触りときますか。5番、自民党の広瀬めぐみ議員が謝罪ということで、赤いベンツに乗ってですね赤坂のホテルに出入りしてるところバッチリ取られちゃった。デイリー新潮が昨年黒人男性と東京歌舞伎町赤坂じゃないか歌舞伎町のホテルで宿泊し翌日に参議院予算委員会に向かったと報じていたと。6番ネット保守連合高杉さんのツイートでは高橋さんを陥れようとした自民党広瀬めぐみ議員を絶対許さない議員の資格なしということで、まあ、さっきもちょっとちらっと言ったように広瀬議員、まあ、私も実は面識があるんですけれども国会はちょっと入れ違いではありますけれどもとある会合であのご一緒するんですけれども、いやーまあね本当にあの何たることか、まあ、ご主人は許してくれたっていうことなんですけども、まあ、一応副団長のコメントも聞きましょうか。はい、まあ、やめてほしいですね。まあ、この人、なんだ当選して1年半なんか新人さんなんですかね。そうですね、はい、なんていうか、その短い議員活動の中でも資質を感じませんでしたけど、まあ、プライベートでも資質がない人なんだなと、いうふうに、まあ、思いました。まあ、まあ僕が旦那さんだったらね、認めて許すってことは多分ないと思うんですけど、まあ、旦那さんがずっとなんか、支えてくれた、人だとか言って、なんかインタビューで、言ってましたね。まあ、なんだろうな、国連で日本の女性の地位と状況についてとかね、演説したらしいですよ。まあ、いい迷惑ですね。本当に、自民党はこういう人を、公認するのやめてください。以上です。6番の関連ちょっと僕もよく分かんなかったんですけど、あ、なるほどそういうことかと思ったのは、確か高市大臣が小西文書の時にですね、誰の質問だったかな、杉尾秀哉の質問に対してもう信用できないんだったらもう質問なさらないでくださいって発言したことがあったじゃないですか。ありますね。まあ、気持ちはわかるし、まあ、なるほど大臣としてそういうことを言っちゃいけないよってことを末松予算委員長がね、まあ、あれ注意をしたんですよ。異例の注意をね、ご記憶にあると思いますが、
でこれに続いて自民党のこの広瀬めぐみ議員がですね、あの与党自民党の立場としても遺憾なんていうことをね、もう大先輩の議員、まあ大先輩議員にね正しいこと言うならまあそれでいいんでしょうけども、まあ、それがあの今厚生の方にさっき出ていた質疑の様子が出ていたということで、この高杉さんが絶対許さないという、まあ、そういうことであったということでご紹介させていただきます。まあ、赤ペンツなんですよねこの人ね、赤いそうさ、赤ペンツ、うん、僕にはね日本の国会議員はね、あの僕は国産品をきちんと愛用するべきだと思いますね。あのまあこう 軽薄なそのまあなんだろう、外国のブランドに憧れるようなメンタリティの人間は日本の国会議員をあのにふさわしくないと、まあ、私はそういうふうな物差しであの思ってますので、あのまあ外車に乗って、まあ、しかも赤い目立つ車でウハウハしたような人っていうのはそもそも僕は国会議員としては軽蔑しますね。民間人ならどうぞご自由になんですけど。